は頑張れば報われると思ってここまで来たはずです。ですが冒頭で不正入試に触れた通り、頑張ってもそれが公正に報われない社会があなたたちを待っています。そして頑張ったら報われるとあなた方が思えること、そのこと自体があなた方の努力の成果ではなく環境のおかげだったことを忘れないようにしてください。あなたたちが今日頑張れば報われると思えるのは、これまであなたたちの周囲の環境があなたたちを励まし、背を押し、手を持って引き上げ、やり遂げたことを評価して褒めてくれたからこそです。世の中には頑張っても報われない人、頑張ろうにも頑張れない人、頑張りすぎて心と体を壊した人たちがいます。頑張る前から所詮お前なんかどうせ私なんてと頑張る意欲をくじかれる人たちもいます。あなたたちの頑張りをどうぞ自分が勝ち抜くためだけに使わないでください。恵まれた環境と恵まれた能力と恵まれない人々を貶めるためにではなく、そういう人々を助けるために使ってください。そして強がらず自分の弱さを認め支え合って生きてください。女性学を生んだのはフェミニズムという女性運動ですが、フェミニズムは決して女も男のように振る舞いたいとか弱者が強者になりたいという思想ではありません。フェミニズムは弱者が弱者のままで尊重されることを求める思想です。